皆さんご機嫌いかがですか。リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日もリビングライフのテキストを用いて皆さんと共に御言葉を味わっていきたいと思います。今日は9月の13日日曜日です。今日の聖書の箇所はエゼキエル書の1章15節から28節までです。リビングライフの今日の箇所のテキストのタイトルは主の栄光の前にひれ伏し御声を聞いてくださいと書かれています。このことの意味を思いながらこの御言葉を共に読んでまいりましょう。エゼキエル書1章15節から28節。私が生き物を見ていると、地の上のそれら4つの生き物のそばにそれぞれ1つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは緑柱石の輝きのようで、4つともよく似ていて、それらの形と作りはちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かって行き、行くときにはそれらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。生き物が行くときには輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには輪も上がった。これらは霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところには輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときには輪も行き、生き物が立ち止まるときには輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には互いにまっすぐに伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の2つの翼は彼らの体を覆っていた。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から声があると、彼らは立ち止まり翼を垂れた。彼らの頭の上、大空のはるか上の方にはサファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところから上の方は、その中と周りとが聖堂のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その肩の周りには輝きがあった。その肩の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。今日の箇所はエゼキエル書の1章の15節から28節までです。
昨日からこのエゼキエル書を読み始めているわけですけれども、この予言が起きた時代というのが、昨日話したように、南ユダがバビロンによって攻められて、そしてエホヤキン王がこのバビロンに連れてこられてたわけですが、その時に、政府の高官や有力者たち、そして職人とか、そういう人たちも皆共に連れられて、今このバビロンのキリテ川というその川のほとりに生活をしていたわけですね。人々は自分の国から離れて本当につらいこの絶望の中で暮らしていたわけですけれども、そのような状況の中ではっきりと神からの言葉がこの祭司であったエゼキエルに注がれて、そして幻が与えられたわけですね。で今日の、昨日の箇所ではこの生き物というのが出てきましたけれども、さらにその生き物についてのことが詳しく述べられているのが、今日の箇所になるわけですね。少し読んでみましょう。15節から17節までの箇所を読みたいと思います。私が生き物を見ていると、地の上のそれらの4つの生き物のそばにそれぞれ1つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは緑柱石の輝きのようで、4つともよく似ていて、それらの形と作りはちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かって行くときにはそれらは向きを変えなかった。そして18節、その輪の枠は高くて恐ろしく、その4つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた、とあるんですね。でこの4つのこのその生き物の中に、この4つの生き物のそばに一つずつの輪があるんですね。でその輪がこの聖書の箇所を読んでみても、具体的にどのようなものかってなかなか想像がしづらいんですけれども、その、大事なことはその生き物とその輪というものがいつもこの共に行動しているというところがすごく大事なところであると思うんですね。で一般的にこの生き物のこのと共に現れるのがこの輪ですけれども、それが神のがどこにでもおられる神ということを、シンボル、そのシンボルのように考えられていると思うんですね。そしてまたその輪にはこの18節を見ますと、枠の周りに目がいっぱいついていたとあるんですね。でこれもこの目がついているということは、それ見ているわけですから、全てのことを見て全てのことを知っておられる、その全知、全知の神様、そしてこの輪があるということはどこにでもおられる神様、でそれがこの生き物とともに、この生き物が動くときにその輪も同じように動いているということが、この完全にこの調和をしているということがすごく大事なところだと思うんですね。20節にはの終わりのところにこういう言葉がありますね。生き物の霊が輪の中にあったからであるとあるんですね。生き物とそして輪とその霊が本当に完全に調和をして歩んでいた、このことは、我々に教えていることは、その神様と神様の中に完全なこの調和があったように、私たちも神様と共に生きるときに、この生き物と輪のような関係といいますか、私たちが神様の示すところ行くところに共に従っていく、この調和というか一致がすごく大事であると思うんですね。私たちは御霊の内を歩むということをよく言いますけれども、それはどういうことかというと、神様の導きにいつも従順に従っていく、右に行けば右に行く、左に行けば左に行くということであると思うんですね。それがむしろ我々はその時よく葛藤を感じますけれども、自己中心で神様の導きは右であるにもかかわらず自分は左の方向に行こうとしたりするときに、そこには調和がなくて働きは崩れてしまうということを表していくのだと思います。ここではこの神が本当に一つとなってこの働いている、でそういう姿をここでは描かれていると思うんですね。そして22節から少し読んでみますが、生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあった、
ったんですね。まあ、その幻の中ですけれども、この生き物を守るようなそういうこの大空があったわけです。そしてその中に23節見ますと、その大空の下には互いにまっすぐ伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の翼は彼らの体を覆っていたとあるんですね。その後もずっと描写が続きます。24節を読んでみましょうか。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から声があると、彼らは立ち止まり翼を垂れたとあります。まあ、このいろんな声が聞こえたり音がしたり、その中でこの、ケルビムのような翼を広げてこの生き物が働いているわけですけれども、これはつまりエゼキエルはこの神様がこのような形でこの働いている、調和の中で働いているっていうその姿をまさに見ていたと思うんですね。このエゼキエルが置かれていた状況というのは、先ほども言いましたようにバビロンの、捕囚の民となって非常に苦しい生活をしていたわけです。ですから絶望もし、本当に困難を考えて経験していたでしょう。だけどその時に神様がエゼキエルに見せられたのは、いや、そういう状況の中でも神は確かに働いているんだ、動いているんだということをエゼキエルに示されたんだと思います。ですから最後のところですけれども、28節を見ますが、その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いたとあります。まあ、エゼキエルはこの時に、人の姿に似たものを見るんですね。それおそらくキリストがこの十字架にかかる時に現れる前に旧約時代に現れたお姿であったと思うんですけれども、そしてエゼキエルは気がついたんです。あ、神様が働いておられる。それで神はこの、主の栄光が見えたので、私はこれを見てひれ伏したとあります。神の前にひれ伏すという姿、今日のタイトルにありますように、主の栄光の前にひれ伏して御声を聞いてください。どのような状況の中でも我々はいつも神の前にひれ伏して神の声を聞いてそれに従っていく、それが最善の道であることを覚えておかなければなりません。今日の箇所の最後のところでエゼキエルは神の前にひれ伏しています。テキストにも書かれていますけれども、聖徒は神の栄光を慕い求めて謙遜にひれ伏し神の御声を聞かなければなりません。私たちもいつも神の前に謙遜にひれ伏して御声を聞く、そのような心をいつも持ちたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日エゼキエル書を通して神の前にひれ伏すことの大切さを教えられました。どのような時にもあなたの前にひれ伏してあなたの声を聞いて喜んで従っていくことができるように、どうぞ助けて導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。